わけがわからない。でもアスターとアーランがトラブルに巻き込まれていることはわかる。こういう根拠のない噂はやっぱり当事者たちには知られない方がいいはず。姫子は宇宙ステーションの人たちのことをよく知っているみたいだから、まずは彼女に相談しよう。所長って本当に大変な仕事ね。アスターもよく頑張ってると思うわ。何しろレギオンの騒ぎが終わったばかりだっていうのに、そんなデマを流すなんて。こういうのも内弁慶っていうのかしら。仲間には強気なんだから。これがヘルタの社風なんでしょうね。ヘルタはここの管理なんかしていないでしょ。人が集まるところには複雑な社会が生まれると言った方が正しいわね。ねえ、この件に首を突っ込む気なの？そうね、私たちには関係のない噂だけど、見て見ぬふりをするわけにはいかないわ。アスターの評判に関わるのに放っておくなんて、七死人のすることじゃないもの。ちなみにこういうことはすぐに解決できるわ。これ以上話が広まらないように噂を流した人を突き止めればいいの。大衆は事実ではなくドラマに興味があるだけだから、苦労して真実を明らかにする必要はないのよ。あら、嬉しいことを言ってくれるのね。私にはこの宇宙ステーションで彼女が知らないゴシップはないと言われている友人がいるの。その友人が私自身ってオチはないわよ。それに私はゴシップが聞きたくてその子と友達になったわけじゃないわ。ただ彼女は何でも知ってるから、ひょっとしたら何か情報を得られるかもしれないって思ったの。この時間だったら彼女はこっそり過失を抜け出しているはずよ。でも実は彼女の本名を知らないの。知っているのは彼女がゴシッパーを自称しているということだけよ。まだ早いし、どこかへ行く？サボってる人は見当たらない。まさか、ゴシッパーはここにはいないのかな？
噂が広まり始めている。まずは周辺で情報収集しよう。それでゴシッパーからのネタはある？所長は本当に横領してるの？告発した人は誰？あれ、君今日は休みじゃなかったっけ？スマホで見て急いできたの。休みよりもスキャンダルの方がよっぽど重要じゃない。ずっとここで待ってたけどゴシッパーは来なかったよ。帰って続報を待ったらどう？それもそうね。どうしてまだここにいるんだ？過失の方から緊急手術の準備をしろって言われなかったのか？多分呼ばれてないと思うけど、ちょっと抜け出しただけなのにそんな偶然あるわけ？2分前にメッセージが一斉送信されてきたんだ。特殊解析室で事故が起きて閉じ込められた人がいるらしい。入り口はもう防衛課によって封鎖されているそうだ。特殊解析室？じゃあゴシッパーのパメラもまさか。おそらくな。道理でこんな時間になっても彼女がサボっている姿を見かけなかったのか。特殊解析室付近の通路は封鎖されています。関係者以外は近寄らないでください。事故が発生してこの先は非常に危険な状態です。しかし君たちのことはアーランさんから聞いています。どうしても行きたいのなら気をつけてください。アーランさんのご友人の方？実はこの付近でレギオンの残党の目撃情報があったんです。そして先ほどここに見たことのないモンスターがいることが確認されました。なので防衛課がこのエリアを緊急封鎖したんですが、すでに連絡が途絶えている者がいまして。アーランさんから調査を依頼されたんですか？よかった。ちょうど新たに確認されたことがありまして。見えますか、この痕跡？どうやらステーションに劣化化の兆候があるという噂は本当のようです。原因なんて俺には関係ない。知ってるのはモンスターがここの電源設備を破壊したってことだけだ。それでエレベーターが止まってしまって下の奴らが上がってこられなくなってる。あまりにも突然のことだったんで防衛課の応援がまだ来てないんです。今は人手不足でモンスターが上がってこないように入り口を守ることしかできずにいます。収容部分には予備電源がたくさんある。俺の記憶が正しければ確かこの向かいにあるはずだ。電力供給が回復すればエレベーターを起動して下の人たちを助けに行けるようになります。争いに意味はない。逃がさないわ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。始めようか。直さないと。やっ
ついてないね。たまには真面目に行こっ、うちのとっておきを食らえ。逃がさないわ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。即戦即決で行こう。やっ、ちゃんと直さないと。はっ、さっ、ここ逃がさないわ。争いに意味はない。せいはっ。やっ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。どけ、騒ぎを起こしたくはない。破るためにある。はっ、や、逃がさないわ。どうですか、予備電源はありましたか。あなたがいてくれてよかった。これでもう大丈夫です。エレベーターを調整するのでしばらくお待ちください。よし、これでもう下に行けます。気をつけてください。助けてくれ、誰か助けてくれ。あ、エレベーターが来たぞ。そのパメラが私たちとはぐれちゃったんです。でも向こうには恐ろしいモンスターがいるから彼女を探しに行けなくて。お願いします、彼女を助けてください。私たちは自分でエレベーターに乗って帰りますから。頼む。逃がさないわ。この機会を逃さないで。やっ、うち今回は足を引っ張ってないでしょ。
うっしゃ、死ぬかと思った。あんた来るのが遅すぎるよ。そう、私があんたが探してたゴシッパーよ。そりゃそうよ、あんたが来るのも知ってたし、何の用で私を探してるのかも知ってる。ヘイターグループにいるおしゃべり茶の正体を知りたいんでしょ。こんなことすら知らなかったらゴシッパーの名が廃るでしょ。私は商人よ。商人には商人のルールがある。情報が欲しいのなら相応の代価を支払ってもらうからね。安心して、商人は筋を通さなきゃいけないものだし、無理難題を押し付けるつもりはないや。私はね、普段は噂話とかで盛り上がるくらいしか趣味がなくて、あとはその科学者とかを押したりしてるの。そこでなんだけど、あんたは請求列車の人たちと一緒に行動してるんでしょ。その話を思い出してちょうどいいって考えたの。私はね、姫子姉様みたいな知恵と美貌を兼ね備えた優雅で優しい科学者が好きなんだ。だから姫子姉様の写真をちょうだい。正面からの笑顔を高画質で撮ってきてほしいの。双方から100万ボルトの魅力を放ち、私のハートをビリビリさせるようなあの笑顔を。ちょっと、あんた姫子姉様と知り合いなんでしょ。お願いすれば撮らせてくれるはず。超絶美しくて痺れるような姫子姉様の写真とおしゃべり茶のヒントを交換しましょう。写真を撮ったらメッセージを送ってちょうだい。物の引き渡しは同時に行わなきゃ。取引は常に公平でないとね。ゴシッパーには会えたかしら。彼女は何て言ってたの。はあ、ちょっとおかしな予感はしてたのよね。友達にもいろんな種類があるから、今回のように普段は会わないからこそ友達と呼べる人もいるのよ。ま、写真の一枚ぐらい気にしないわ。必要なら撮りなさい。どれどれ。よく撮れてるじゃない。何を撮ってるの。そんなに慌てているの。怪しいわね。あんたが来るとは思わなかったのよ。最近忙しいって言ってたじゃない。そうよ。レギオンがいなくなってから宇宙ステーションはどこもかしこも再建が必要な状態だもの。再建作業は始まったばかりなのに、今度は一部で劣化化の兆候が。性格が覚醒したんだもの、やっぱりそうなるわよね。劣化化に関してヘルタは何か言ってた。あの人の性格は知ってるでしょ。何も起こってないみたいな感じで私に丸投げよ。時間がある時にあなたたちにも相談させて。劣化に関してはあなたたちの方がプロだから。いつでもいいわよ。
ありがとう。じゃあ私はもう行くわね。お小遣いを引き落とすための暗号キーを誰かに差し押さえられちゃったの。早く何とかしないと。噂を広めている人物が掴んだっていう証拠はそれのことなのかしら。あんたも急いだ方が良さそうね。僕が子供の頃は、はあ、わしの実験が。いい感じ。君は？ああ、やるじゃないか。そこまで知っているとは。所長の横領の件で来たんだろ。君もゴシップが好きなんだな。ここまで探しに来るとは大したものだ。だが、君のような人間は本当に理解できないよ。ゴシップを見かけただけで、どうしてそこまでムキになれるんだ？そのやる気を研究に向けたらいいのに。みんなが仕事に励む姿を見ればミス・ヘルタもきっと喜ぶだろう。暗号機？君は古典的な小説にでもハマっているのか？この宇宙ステーションに隠れて世界を裏から操っている一族の総裁とやらがいて、毎日金庫や暗号をいじっているとでも？妄想はほどほどにして勉学に励むべきだ。まあいい。そんなにネタが欲しいなら見せてやろうじゃないか。そうすれば私は噂を広めているのではなく真実を言っているんだと理解できるだろう。この契約書だ。宛名のところを見るといい。これが私の言う動かぬ証拠だ。当然だ。信憑性があるから暴露するんじゃないか。数日前に荷物を受け取りに行った時、フロントで所長のサインが必要な契約書をいくつか見かけたんだ。それらの契約書を見て防衛課のアーランは急いで走り去った。あいつはアスターの腹心だ。周知の事実だろう。興味本位で覗いてみたら、なんということだ。個人名義でステーションの機材を購入していたんだ。とうとう彼女の尻尾を掴んでやることができたぞ。もっと噛み砕いて説明しないと理解できないのか。ステーションには決められた経費精算の流れがある。何を買うにしても宇宙ステーションに関係するものであれば法人口座を使って購入するべきだ。なのに彼女は個人口座で支払いをしている。これはどう見ても横領ではないか。なんて痛ましい。せっかく裏がなさそうな小娘をヘルタ様が抜擢してくださったというのに、そのご恩に対し横領で報いるとは。これを知った時全身が震えて手足が冷たくなり冷や汗が止まらなかった。これほどの大金を彼女が自分で支払うだと？
どんな家の生まれだ？フレミングの実の娘か？さあ、ネタはもう見せただろう。これ以上私に構うな。告発書を書いてミス・ヘルタに送らないといけないから忙しいんだ。ただの勘違いみたい。噂を流すのは簡単だけど、打ち消すのは骨が折れる。やっぱりアスターにも注意するよう言っておこう。まだ早いし、どこかへ行く？そのような無駄遣いはやめてください。これが無駄遣いだっていうの？ステーションの予算はギリギリだし、手続きだって死ぬほど時間がかかるじゃない。申請してから許可が下りるまで待つなんて時間の無駄よ。レギオンの襲撃でどれだけのハードウェアが破壊されたと思う？どれだけのラインがダウンしてるか知ってる？自腹で問題を解決しようとしてるのに私が悪いっていうの？早く暗号キーを返して。できません。アーラン、あなたね、私の衣食住やお小遣いを管理してもいいなんて誰から言われたの？お嬢様からです。わ、確かにそんなことを言ったような。でもこれは無駄遣いに入らないわ。本当にそう思っているのですか？前に買ったチャーリーとかいう探索機はレギオンの侵入の際に紛失してしまいましたよね。在庫を確認したら同じものを再納品してもらえそうだったのに、お嬢様は別の新製品を購入されていた。それと前回のスペースデストロイヤー、誤解しないで。確かに注文したけど買えなかったのよ。ステーションの防衛体制を強化して今回のような襲撃が起きないようにしたかっただけじゃない。払えなかったお金は無駄遣いじゃないわ。あなた、私に用があるのよね？うるさいわね。用があるのなら早く言って。つまりあなたはリチャーが私の暗号キーを盗んだと思ってたのね。そして暗号キーの件は違っていたけど、横領の噂を広めていたのは彼だった。あの性格から考えれば不思議じゃないわね。なんだか思いのほか驚いていないみたい。その件は今すぐ処理します。安心してください、お嬢様。はいはい、行ってらっしゃい。あ、待って、暗号キーは置いていってね。それは別の話です。暗号キーの件はまた後で話しましょう。うん。